こちらが今回出来上がったオリジナルのツールバッグになります。ツールバッグなんですけど、こちらが前回、制作したダッフルバッグと同じような、構成でレザーと、ハンプですね。レザーとハンプを組み合わせて制作しております。形で言うなら、こういう風に丸型の筒状というような形になります。ただ単にハンプだと、弱いので、3ミリ厚の革に、ハンプをつけてまして、表面から見ると、ハンプに見えますけども、実はその裏っていうか下側で強度を加工するために、3ミリ厚の革にハンプを取り付けるようにしてます。こちらの本体以外のベルトですね、ベルトが蓋のベルトプラス、ベルトが2本、こちらは、後ろですね、マウントするときに、使用するベルトになります。まあ、こちらのベルト類は全て、栃木レザーの、革を使って、製作しております。ベルトの方は、こういう風に真鍮の、スタンドを入れてかしめております。まあ、真鍮バッグですね、バッグに真鍮のスタンドを留め具をつけております。でメインとなるこの見える、本体の方は、ブラックの留め具でリベットをつけております。こちらも、蓋の部分に、ベルトを巻いて、ステッチで縫い合わせて、さらにここにカシメであるこうリベットを打つことによってここの強度が増すので、かなり強い状態になっております。先ほど後ろ言った通り、ここにベルトが通るんですけども、このベルトが上下左右、フレーム、バイクのフレームに通すときは上を使ってとか、ハンドルポスト、フォークの、トップマウントにつけるときは例えばこっちにするとか、その、適用がどちらでもできるようにというので4箇所開けております。この穴に対してベルトは、若干細くしていますので5ミリぐらいの、余白は取っていますので多少横にスライドもできるようになっております。でさらにここ当たる部分なんでフレームとかに、強度を増すためにもう一枚革を取り付けて、この辺が強度の対策っていうか、長年使用していただくために、工夫しているところですね。そして、後ろ2箇所で先ほど説明したように、ベルトで通すと、そして真後ろ真下になるんですけど、2箇所穴を開けております。ここから、紐を通していただいてツールバッグがこう暴れたりしないようにですね、どうしても後ろ2点でフレームに引っ掛けるとこう暴れてくるので走り出すと、そこをここで使って、3箇所目の留めを各それぞれお客様で暇でやるなりタイラップを通してやるなり、対策していただければと思います。このツールバッグも私がバイク乗ってきて、自分だったらこうしたいなとか長く使ってもらうにはこういう風にしたらいいなっていうのが考えて、制作してます。そして、蓋を開けたとこにうちの、ワッペンを入れさせていただいております。中はこういう風に至ってシンプルな作りで構成されております。そして、先ほどのこのベルトを中から通してもらってフレームに引っ掛けてもらうと、外から引っ掛けたりするのも、自由ですけど、外からだとバックルがフレームに当たったりとかそういうこともチェーンラインに当たったりとかありますので、その辺は各自自由にどちらが自分のバイクに適しているかを考えて使用してもらえればと思います。で各、箇所にこういう風にリベットを
売っているのも全て、強度を増すために製作しております。こちらのカバーの方の、ベルト穴っていうのも、3箇所開けておりまして、こちらも、容量によって自分のいいとこで通していただけたらと思っております。で、ダッフルバッグと同様にこちらのスールバッグも、埼玉の、私の友人であるウェッジレザーさんに製作していただきました、この辺も、カスタムするっていうか人と違う自分だけのものにしたければスタッツ売ったりとか何かそういうのも、ウェッジレザーさんに連絡していただければ、対応可能ということなのでまた依頼してみてください。それでは、実際にリジットの、フレームに取り付けてみたいと思います。裏に、通すベルトなんですけどもこういう風に上からでもいいしバッグの中からこう入れてやるのもどちらでもいいんですけどこちらのチェーンですねチェーンに、干渉しないように、その辺は、それぞれで考えていただけたらと思います。私はバッグの中からこういう風に通してみたいと思います。中から、バックルを入れて、フレームを通してまた再度入れてやると。でこれを、前後で入れてあげます。そしてこれを、中で、ある程度ギュッと縛ってあげてまあ、中で縛ると、こういう風になりますね、その分ちょっと荷物が入らなくなったりとかそういうのもあるかもしれないんですけど、その場合はチェーンとの干渉を考えながらこちら側にバックルが来るように止めてもいいと思います。これで、蓋をしてみます。この辺も、ここが、長すぎず短すぎず、ちょうどいい無駄がないように、作りをしています。で今2点で、フレームに留めてるんですけど、その状態でこういう風になりますね。でこうだと、実際動き出すと暴れるようになるんでこちらの後ろのフレームのラグンドもですねラグまで目いっぱい下げてそうすると、こっちにはいかないように当たるようになるんでそこで、後ろに開けてあるこの穴を使って、それぞれ、皆さんやり方があると思うんですけども紐を通して、どこかで止めると、タイラップでもいいしそのための、こちらの穴を使って止めてやるとそうするとこれが固定されるようになりますので、で実際つけた感じはこういう風にフレームに沿って、見た目を損なわないように作りに行きます。ハンドルポストの、場所に取り付けるとこうなりますね。実際この車両は、ガーターホークなんで、これが上下に動きますのでここ開けております。この状態で、どうやって止めてるかというとちょっと開けてみますね。こちらですね、クランプする留め具の方を縦ではなく、横に止めて、ハンドルポストに縛るようにしております。
で、この状態だと、ちょっと一回止めてみます。この状態だと、走り出すと暴れるので、下にある、こちらの止める穴ですね、を使って、ハンドルとか、どっか取れる場所で縛っていただくと。そうすると、固定されますので、正面から見るとこういう感じになります。実際、41パイの、フロントフォークの上にセットするとこういう感じになりますね。まあ、今ヘッドライトには乗っけてないような状態なんですけど、これはハンドルに今止めています。でもここに実際下に、穴がありますので、ここからどっか、引っ張って止めていただければ暴れなくていいかな。まあ、ここもしっかりと収まって見栄えもいい状態です。Someone's fall, or someone's rise.